はい、ゾウの部屋です。萩原恭平が朝倉未来をやるために逃げるべき3人とはについてです。昨年大晦日のライジンでスターの階段を登り始めたのが萩原恭平選手です。萩原選手は路上の伝説朝倉の兄貴と年末に戦う野望を公言しています。野望を達成するためにドミネーター選手に宣戦布告をしています。詳しくは前の動画に紹介していますのでご覧ください。スターは作ろうとしてもなかなか簡単に作れるものではありません。かつて K1 もヒロアヨ、マサト2世として売り出したものの大失敗に終わりました。最近では YouTuber の柴田に一本負けしてしまいました。マサト2世どころかボブサップ2世になってしまっています。萩原選手はスターになる素質を十二分に持っています。万が一大晦日に朝倉の兄貴を倒してしまえば完全にスターになることは間違いないでしょう。また通常体重が朝倉海選手とそこまで変わらないため萩原恭平 vs 朝倉海の兄弟リベンジマッチの可能性ももしかしたらあるかもしれません。今回は萩原選手がスターになれる理由とそのために避けなければいけない3人のファイターを紹介します。スターになるためには男が惚れる魅力と実力を兼ね備えなければいけません。口だけでスターになった選手はいますが、それについてはまた別の動画で言及します。萩原選手はタトゥーのあるスマートな風貌と地下格上がりの危険な雰囲気、そして落ち着いたハスキーボイスですでに人気は急上昇中です。あとは実力がついてくればスターへの道は難しくはありません。萩原選手は25歳の5勝3敗のトップどころにはまだ勝てない若手のファイターです。昨年の9月までは寝技の練習を本格的にしたことはなかったそうなので、これから伸びていく選手です。寝技対策も相当期待ができる条件が揃っています。寝技、組技、レスリングの本格的な練習をスタートし、寝技は日本トップクラスの柔術家岩崎正弘さんのところで指導をしてもらっています。萩原選手に合ったものを二人三脚で萩原さんが指導しているみたいです。岩崎さん曰く想像以上に四つ組みと上になってからの力が強いそうです。体型から力強さはなく、下からスキルで作っていくことを想定したそうですが、方向性を変えたそうです。大げさかもしれませんが、萩原選手と似た体型の青木真也選手のような体の強さがあるかもしれません。元々の体の強さと日本トップレベルの柔術の指導があれば、最短距離で組技寝技の実力はレベルアップするのではないでしょうか。そうなれば今年の大晦日朝倉の兄貴と戦い、運が味方すればワンチャン勝つ可能性はあると思います。朝倉の兄貴の強さの秘密はサウスポー特化型のカウンタースタイルなので、斉藤豊選手が石渡選手の対策のおかげで勝ったように、きちんとサウスポーカウンターの対策ができればワンチャンあると思います。もし勝てればスターになることは間違いありません。もう一人の22歳の若きスター候補平本蓮選手と将来的にリマッチも盛り上がるでしょう。ちなみに強くなる可能性で言えば、平本蓮選手は萩原選手を超えていると個人的には思っています。これはまた動画にします。最後に、朝倉の兄貴と戦うまでは萩原選手は負けることは許されません。そのために逃げるべき選手が3人います。1人目はクレベル小池選手、2人目は斉藤豊選手、3人目は真島選手です。逆に戦うべき3人の選手もいます。これはまた別の機会に紹介していきます。 MMA の世界一のスターコナー・マクレガーが敗れ、K1 の申し子ヒラー・モトリガーが敗れた今、新たなスターは暴力柔術から生まれるかもしれません。以上となります。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それではさよなら、さよなら、さよなら。